君のせいは、桜色による日本の携帯小説作品。2008年6月2日に、モバゲータウン内での創越乱数が初めて1000万人を突破した作品で、書籍化希望目安箱により、書籍化が決定した。木の国や書店週刊単行本に1位を獲得するなど、ベストセラーとなり、後に、電子コミック、コミック対抗本化もされた。また、 TBS によるドラマが放送され、共にモバゲータウンでは初の快挙となる。また、一部店舗では、君のせいを購入すると、アバター付けビジュアルファンブックが購入特典としてついていたほか、スタヤでは帯がスタヤ限定仕様となっている。桜色の作品、君の恋に心が揺れては、本作品の登場人物の一ノ瀬が主人公となっており、 他の登場人物も登場していることから、君のせいのサイドストーリーとなっている。そのため、漫画の第1巻には、巻末特別番外編として、君の恋に心が揺れてが収録されている。君のせいが書籍として発売される際、テレビ CM が制作された。その際、CM ソングとして、君の歌が流れた。その CM ソングを歌ったのは、 ニコニコ動画を拠点とし活動している歌手の社長である。本作品のドラマ放送を受け、短編小説、君のものが、モバゲータウン内にて公開された。その日、高谷とゆずりなは合コンで、10年振りの再会をすることになる。高谷はゆずりなに一目惚れした。ゆずりなに、積極的に話しかけるが帰ってくるのは、薄い返事。実は、高谷は昔、 ゆずりなをいじめていた人物だったのだ。高かは、ゆずりなをいじめていたことなど忘れていたが、ゆずりなは高かに会った途端、10年前の出来事が、よみがえっていたのだ。ゆずりなは、一刻も早く、この場から逃げたくて、席を外そうとしたその時、ゆずりなは高かから告白された。当然、ゆずりなはすぐ断り、居酒屋から立ち去った。しかし、 ゆずりないの恋を諦めきれない高谷。二人に待ち受けられる運命とはソフトバンククリエイティブより発売。漫画の作画は、チャタニアミ。携帯恋愛小説君の生徒大師 TBSK で2009年5月4日、5月5日の24時29分25時24分に放送された単発テレビドラマ。他、ありがとうございます。